こんにちは。ご紹介をいただきました平山智子と申します。今日の伊勢崎選挙事件の首謀者の一人とされている小林国策の、娘でございます。今日はあの父のふるさと伊勢崎で、お話をさせていただくことができることを大変光栄に思っております。本当にありがとうございます。選挙事件のことその他につきましてはですね、これからあの柿崎さんや藤田さんがあの詳しいお話をしてくださいますし、またあのご当地で皆さんと親しくさせていただいております私がとても敬愛しております兄の小林進さん、小林悟さん、そして菊池忠さん、先ほど紹介させていただきましたけれども、あの本当はあの、その方々の方が父から直接話を聞いているのではないかなというふうに思い、ぜひあのそういう機会があったらまたあのその話を聞く機会を作っていただけたらというふうに思っております。私本当に僭越でございますけれども、ちょっとだけ私はあの視点を変えましてですね、お話をさせていただきたいというふうに思っているんですね。であの皆さん、岩崎千尋さんという動画家をご存じでいらっしゃいますでしょうか。あの千尋カレンダーを愛用されていらっしゃる方もいると思いますし、それからあの、教科書で、挿絵を見たなってあの思い出される方もいらっしゃると思いますし、美術館にいらっしゃった方もいると思います。その動画家、あんなに優しい綺麗な絵を描く岩崎千尋と小林多喜寺を結ぶものという感じでですね、お話をさせていただこうというふうに思ってるんですね。もちろんあの直接知り合いではありません、二人は。でもものすごい深いつながりがあるというふうに私は確信をしております。その話をさせていただきたいと思います。まああの今日の伊勢崎市選挙事件の元になったっていうのが、実はあの私の父が書きました随筆集、自費出版した書きというこの小さな冊子がその元になっているようでございます。でこの父の冊子にはですね、伊勢崎小林多喜寺の思い出っていう形でこの伊勢崎選挙事件のことが、書かれているんですけれども、実はもう一つ父が書いております手記があるんです。それは拷問という題でですね、こんな風な始まりです。拷問室は憂鬱である。窓はあってもいつもカーテンが下ろされ、昼でも夜でも明るい電灯がついている。どんなに小さい隙間でも厳重に目張りがしてあるから、音も光も外には漏れない。拷問室でどんなことが起きているのか外からはちっともわからない。こういう書き出しで始まりました父のかなり長文の手記がございます。私はあのこの手記があることを知ってはいたんですけれども、もう拷問なんて聞いただけでも怖くて読めなくてですね、もうずっとあのお蔵に入れてか 本棚に入れっぱなしで読んでなかったんです。ただ私が若き千尋への旅という本を書くにあたりまして、どうしてもこれを読まなければならない羽目になったということと、私も先ほどご挨拶ありました国売同盟の同盟員でもありますし、それからまた今の世の中が、どうしてこんな父の体験なんかもずっと昔のお蔵入りの話だったのに、でもそれをまた引っ張り出してもう一度検証しなければならないような、そんな世の中の変な怪しい動きになってきたっていうことを、心痛めながら見ているわけなんですけれども、あの父が逮捕されてこの拷問を受けたのは、実はこの伊勢崎市の選挙事件が1931年の9月ですけれども、父が、逮捕されたのは、何度も逮捕されてるんですけれども、最後にこのひどい拷問を受けた時が1932年、ちょうどこの伊勢崎市選挙事件の翌年だったんですね。やっぱり9月なんです。治安維持法違反、父は当時共産党員ではありませんでしたけれども、共産党員だろうということで、もう大変な拷問を受けると、もう細かいことを言い出すと、もう身の毛がよだつようなことがいっぱい書いてあるんですよね。まだ
猿股一つで裸にされて、火鉢の上に座られた。その火鉢の上には薪を三角に割ったもうガリガリの状況のところにこう座れっていうところから始まってですね、しないで殴るとか、まあ、いろいろそういうものすごいことがあって、で最後は水攻めをされてですね、父は何度も失神をしているという状況なんですね。で父は最後にちょっと書いているので、私が印象に残ったのは、まあ、虫の息の父を、まあ、高校警察に移すわけですけれども、汚れ物があったら出せとその警官が言ったので、どういうことかと思ってこうで気がついてみたら、自分のその、まあ、当時サルマダって言葉を使ってましたけど、血とその、まあ、湿気によって、まあ、大便だとか小便だとかね、もう汚れ切ったものを引きずり、痛む体を引きずり出しながらそれを警官に、渡したと。で、後でそれは兄に聞いた話ですけれども、それを妻である兄の母が涙ながらに洗っていた姿を覚えているということを私聞きました。本当にそういうことが現実に起こっていて、しかし父はやっぱり生命力があったのか、殺されずに済みました。しかし小林武史はその翌年の1933年2月に、逮捕されたその日に虐殺されてしまっているという、そういう時代だったんですね。1929年の大恐慌から始まったというお話ありましたけれども、そんな時代だったんです。もちろん1933年に武史は殺されてしまいましたから、岩崎千尋と巡り合うなんてことはありません。当時千尋は14歳で東京の府立第六高等女学校、今の三田高校というところの生徒で、絵を習い始めていたところなんですね。絵の大好きな少女で、とても画家になりたかったんだけれども、両親から強い反対を受けて、諦めるという、まあ、そういうような経過をたどるときです。で千尋さんのお父さんは、陸軍の築城部隊の建築技師をしております。でお母さんは府立第六高等女学校の、先生をしているということで、当時としてはですね、ものすごく裕福ではなかったけれども、それなりの裕福なね、もう、お嬢さんの家庭に育っていました。ですから当然のことながら、プロレタリア文学作家の小林武史なんていうのは、もしかしたら名前は聞いたことがあるくらい、誰も聞いたことがないっていうか、ご両親はそんな名前さえも口にすることも、許さなかった、そんな家庭ではなかったかなというふうに思うんですね。その千尋と武史がどうして結びつくんだというのは、これからそのお話になるんですけれども、まあ、千尋は、3人姉妹の長女だったんです。ですから家というものを守るためにですね、婿養子を取らなければならないということがございましてですね、どうしても千尋さんの感性としては好きになれない、男性と結婚いたします。そして中国の大連というところに行くんですね。でも好きになれない、もうそばに寄られるだけでも身の毛がよだつというくらいですから、それは夫婦としてはとても成り立たない、相手の男性の方も本当に苦しかったと思います。千尋さんは絵が大好きであるにもかかわらず、大連時代に一枚の絵も描いていないというくらい千尋さんも苦しかった。でも相手の夫も苦しかったんでしょうね。夫婦としてのちぎりも結ぶこともできないで、夫はついに、苦しんであげく首吊り自殺をしてしまうということで、この結婚生活は1年で、不幸な破綻を迎えているということになるんです。千尋さんが結婚したのが1939年ですから、まあ、ちょうど私が生まれた年なんですけれどもね。そして、40年翌年には千尋さんはまた東京にの両親のもとに戻ってまいりました。その時、お母さんはですね、女学校の先生を辞めまして、第日本連